何者。地下鉄の中、つり革を握り、もう片方の手で携帯の画面を覗くタクト。タクト君、あのさ。瑞希が声をかけたと同時に瑞希の隣の席が空き、タクトがそこへ腰掛ける。私ね、お母さんと住むことになったんだ。どうして？お父さんデートしてたんだって。私も知らない女の人と。私の実家すごい田舎だから、噂がすぐ広まって。お母さんヒステリーになっちゃって、町の人がみんな笑ってるって。お母さん弱いんだよね、体がっていうより心が。向かいの席の窓越しに見える自分たちの姿を見つめる二人。このままお母さんが帰らなくても暮らしていけるような、独身寮がなくても家賃補助があるような、そんな安定したところにちゃんと就職しないとダメなんだ。頑張んなきゃ。タクト、瑞希を見つめると、そこで地下鉄が駅に着き、ドアの開く音が鳴る。じゃあ私ここでまた試験だから、また罹患地にでも。じゃあね。改札口に向かう階段を足早に駆け上がる瑞希。それを瑞希の姿が見えなくなり、ドアが閉まるまでただただ見つめているタクト。